アポロ A-101 はアメリカ合衆国のアポロ計画において初めてアポロ指令、機械戦の模型を搭載して発射されたサターン I 型ロケットである。サターン I ロケットの最初の5回の発射実験では2段目部分にはすべてジュピター C ロケットの先端部分が搭載されていた。だが月飛行計画を続行させるためにはアポロ指令、機械戦を搭載しても 飛行可能であることを証明しなければならなかった。そのため A-101 には、携帯、重量、重心などすべてが人間を登場させた場合と、同等に作られた、指令船と緊急脱出用ロケットのダミーが、搭載されていた。また指令船には116の計測機器が搭載され、圧力、応力、加速など様々なデータが送信された。 1964年5月28日、A-101 は、ケープカナベラル37バイト発射台から打ち上げられた。発射の前に、液体酸素の蒸気が経緯の観測用の窓を曇らせてしまったために、若干の遅れが生じたが、コンピュータ技師が大した問題ではないと判断したため、続行された。発射から76.9秒が経過した時、一段目の 第8エンジンが予定よりも早く燃焼を停止してしまった。これはアポロ SA-4 の時のように計画されていたものではなかったが自動制御装置が完璧に機能し残りのエンジンが予定よりも2.7秒長く燃焼したためにロケットは予定通りの軌道に乗った。これは技術者たちにとっては嬉しい誤算であった。第1弾ロケットを切り離し 第2弾が点火され、数秒後には緊急脱出用ロケットも切り離された。第1弾切り離しの様子は機体に搭載された8台のカメラで撮影され、フィルムは大西洋上で回収された。第2弾ロケットは予定よりも1.26秒早く発射から634.5秒後に燃焼を停止し、2弾目ロケットと司令船の模型は、 近地点 182km、遠地点 227km の大円軌道上に乗った。指令船は地球を刺繍して、バッテリーが途絶えるまでデータを送信し続け、その後6月1日に地球を54周した時点で大気圏に再突入し、太平洋上の関東島東部に墜落した。一段目の第8エンジンが予定よりも早く燃焼を停止したのは、 燃料ポンプの歯車の一つの歯が欠けてしまったことが原因であることが突き止められたが、それほど大した問題ではなく、直ちに改善されたためにその後の計画には支障を与えなかった。後に H-1 エンジンが登場するまで、これが S-4 ロケットに発生した唯一の故障であった。発射台上の A-101、ありがとうございます。